はい、今日光東照宮に向けて歩いてます。めちゃくちゃ疲れる。これはベビーカーで子連れ2人で来るところではなかったかもしれないけど、頑張ります。ちょっと制限時間が2時間あるので、ちょっと急ぎ目で行きたいと思います。行ってきます。何？リンゴ。どうしたの？リンゴ。リンゴ嫌なの？リンゴ食べない？嫌だ。じゃあゆうまくんあげちゃうよ、全部。でも1個ずつ。じゃあ食べて。どこにかですね、今度ご飯入ってですね、午後の10時まで行きます。こちらから1個下入って、バーバじゃあ飲める気がしないね。ちょっとね、今日光東照宮に向けて歩いてますが、ちょっと疲れるね。これめっちゃ疲れるよ。これベビーカーで、いやー、行けるようなとこじゃなかったかもしれないけど、こんな状態になっちゃってるよ。重い。お化けが出そうなお食事処。なかなかハードです。でまず太夫院というとこまで着きました。徳川三大将軍家光公の墓所で、国宝です。すごい。よし、じゃあ行こう。ここから行けるのかな。縁坂というところで良い縁が結びますように。はい、ちゃん、赤い鳥結ばれてるよね。ほんま大好き。好き。イエーイ。頑張るぞ。今日はですね、節分の豆まきもできるみたいなので、ちょっと急いで行きたいと思います。はい、ちゃん頑張って歩いて。はい。頑張ってね。日光東照宮、遠いかと思ったら意外と近くて良かったです。びっくりした。日光東照宮に到着しました。はい、これからちょっと行ってみたいと思います。本殿の方に行ってきます。たくさん取りました。ご褒美にこれあげます。今でもない。これはないいっぱい取りました。愛ちゃんがいっぱい取ったよね。今でもチケットを今買いまして、行ってきます。よいしょ、気をつけてね。ママ後ろにいるからね。大丈夫？
すごいね。ちょっとなんかミャンマーみたいに。雪だよこれ。私初めて雪見たんだな。あった。すごい。はい、日光東照宮に来ました。すごいです。とにかくバーン。奥川家のお墓があります。奥川家康のお墓です。これが配管の近くです。ちょっと中に行ってみましょう。やっと着いたよ。日光東照宮に到着しました。イエーイ。おーおー、今くんはおいで。すごいよね。ものすごいよね。キンキラキンだよ。登って登って。いいよ。おいでこっち。すごーい。うわ。ヤマくん、おいで。アイちゃんどこにいる？カラモン。カラモンって書いてある。金もすごいね。国宝で世界遺産だよ。この金のハゲ具合がすごい重厚な感じで、ちょっと今これカラモンは少し工事中なんですけども。初めて来たな。昭和56年はないか。平成20、あ、全然関係なかった。眠り猫というところなんですが、ちょっとここ行ってるとですね、往復20分かかるということで、もうバスの出発時刻に間に合わないため諦めます。残念。東照宮の、観光が終わりました。ちょっとすごい。おごそかな場所でびっくりしましたが、初めて来たね日光ね。あ、降りるよ。もう降りますよ。気をつけてね。帰ります。日光東照宮から降ります。こちらは水屋という重要文化財ですね。ここが表門ですね。重要文化財の表門です。フロントゲート、仁王門とも呼ばれています。4メートルに及ぶ仁王像を配置していて、背面には犬が置かれています。江戸時代ではここで清めて草履に履き替えて、ここを、入り口を通ったということです。あれ、愛ちゃん、ゆまくん、やっほー。ママすぐ行くからね、待っててね。で、五重の塔で見て、後ろ見て、五重の塔、バーン。すごいね、日光初めて来たけど豆まきまで参加しちゃってラッキーだったね。じゃ帰る人、ママのとこおいで。ゆっくりね。今からバスに戻ります。バイ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 ってバイバイ。重い。食べ過ぎで重いですよね。ずっしり重くなっちゃいました。この間まで軽くなったのに。昔ながらのポストがありますね。
光らしくとか、あとなんかこの、いろいろ駄菓子が入ってるのとか、ベビースターラーメン、チョコとか、なんかバッチとかも入ってました。すごいに豪華。節分の豆ももちろん入ってます。ティッシュもあります。あ、よく頑張りました。じゃーん、ゆまくん、ベビースターラーメン、アイちゃんもこれ食べたい。もう一つあるからあげるよ。